い、あるです。今回はですね、D500 のカスタムボタンの設定の、割り当ての、動画になります。2018年の6月にですね、1本それっぽい動画を、以前にアップ、してるんですけど、今2020年6月ということで、ちょうど丸2年に、なりますんで、割り当て等も、若干変わってるんで、それの、更新動画に、なります。では通常の、AF エリア、のモードはですね、グループ F ですね、ここの通常ボタンを押すと、グループエリア AF で、追従すると、いうような設定になってます。でですね、あと、カスタムの方なんですけど、まず、ファンクション1のボタンにはですね、AF エリアモードプラス AF オンっていう、機能を、割り当ててまして、これがですね、シングルポイントの、シングルポイントプラス AF オンっていうモードを、割り当ててるんで、ファンクションボタン1を、押すと、シングルポイントになって、F オンと、してくれると、オートフォーカス割り込み機能かな、なんかそういうような多分名前があったと思うんですけど、そういう、モード、割り当ててます。はい、それとですね、サブセレクターの中央のここのですね、押し込みのボタンなんですけど、今は、AF エリアモードプラス、F オンで、ダイナミック25点、にはなってるんですけど、ここはね、正直25点でも153点でも、オートエリア AF でも、どれでもいいと思います。というのは僕正直あんまり使ってなくて、ここのボタンに関してね、押し込めたらいいんですけど、正直、このぐりぐりぐりなるんで、押し込もうと思っても、僕手がちっちゃいんで、この、ぐにぐにって動いちゃうんですね。なんで、押し込もうと思っても、ポイントが動いたりとかするんで、基本的にここは僕、処理があんま使ってなくて、もう A4 のボタンと、前側の、ファンクションボタン1の、どちらか、に、してます。通常の、A4 のボタンに関してはもうグループ F 割り当ててるんで、猛禽の、飛翔とかそんなんはもう常にこっちで、追っかけてはおるんですけど、枝かぶりとか、たまに、あると思うんですけど、枝かぶり、単調なんかは結構ね、木の枝に止まってることが多いんで、枝かぶることが多いと思うんですけど、そういう時に、前のファンクションボタン1、で、シングル AF オン、にしてですね、オートフォーカス合わせてると。いうような、状態になってます。この2点が、以前の動画、2年前の動画とは特別物の、割り当て設定に、おそらくなってると思うんで、今回、更新しようと思いまして、動画に、はい、してみました。人それぞれ、おそらく、やりやすい、やりにくいがおそらくあると思いますんで、僕の場合、手もちっちゃいんで、夢もそんな大きくないんで、そのサブセレクターの中央の押し込みって結構やりにくい部分が、あるんですけど、中にはそっちの方が、いいっていう方ももちろんおられるんで、その辺はお好みに、していただいたらいいかなと。ファンクション1の方が、押しにくいって、おっしゃられる方も多分中にはいてますんで、その辺は、自分の手と相談し持って、やっていただいたらいいかなと、はい、思います。ということで、オートフォーカス、通常モードは、グループエリアと。で、ファンクション1に、シングル、割り当ててると、いうような、変更に、なってますんで、もし、やってられる方は、ぜひぜひ、やって、見ていただいたらいいかなと、はい、思っております。それともう一点、おまけにはなるんですけど、オートフォーカスのロックオン、F ロックオンの設定が、横切れの反応に対しては、鈍感レベル5ですね、に設定しているのと、あと、被写体の動きは、ランダムにしてます。基本的に、自然のもんなんで、どこにどう行くかっていうのは正直全然分からへん動きをしはるんで、それに関してはランダム。に、なってます。はい、ということで、今回の動画終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。